ホテルエンパイアはかつて横浜市と近くで日本ドリーム観光が経営した日本のホテルである。遊園地の横浜ドリームランドに併設される形で1965年3月28日に開業し、ちょうど30年後の1995年に閉鎖された。1965年5月15日に外貨両替業務の取扱いを開始し、 1981年12月25日に国際観光ホテルとなった。開業当初は周辺にホテルが少なかったため、小畜大船撮影所の前世紀に俳優が本ホテルに泊まり込んだという逸話もある。1968年当時の宿泊料金は1人当たり4000円から1万円だった。隣接するホテルドリームランドが1人当たり700円1500円だった。 ことから、本ホテルを高く位置づけていたことがわかる。大林組により1965年に竣工した。完成当時は、地下2階地上21階、高さは、建物部の高さが68メートル、先頭と平い針を含めて93メートルであり、工事期間はわずか1年という特幹工事だった。最上階の21階は回転する構造になって、おり、 回転展望レストランとして使用された。21階という回数は、来たるべき21世紀を象徴したもので、ホテルでありながら50棟をモチーフとした和風建築都市、内装について、桃山時代の文化の復元を標榜したのは、日本にしかない、日本でしかできないホテルを目指すべきという意図による。50棟を伸ばして20段にしたような独特の形状で、 高台の上に立っており近くに高い建物や大きな山が存在しないことから多少離れた場所からでも目立つ建造物で周辺が田畑ばかりだった完成当初はひときわ遺彩を放つ存在であったその後開発によって周辺の宅地化が進んでもホテルエンパイアの建物は横浜ドリームランドの観覧車とともに周辺一帯のランドマークとして長年親しまれた 営業していた当時のホテルエンパイア、1990年1月撮影。1995年に廃業、閉鎖されてから2005年に至るまでの10年間は、誰も手をつけることなく廃墟同然となり、一時期は地元の暴走族等の溜まり場となりかけたが、後に警備会社による厳重なオートセキュリティ管理がなされた。 横浜ドリームランドが2002年2月17日に閉園して以降、モノレールの軌道、観覧車、潜水艦等の遊戯施設など、ドリームランドに関連する多くの施設、建造物が次々に解体撤去される中、王子を忍ぶことのできる数少ない建物の一つとなっていた。また、閉業当時は撤去する予定であったようだが、1年という、 短い期間での特貫工事の影響などもあり、アスベストが大量に使用されていたため、撤去費用が膨大なものになるというもので結局、解体は行われず現在に至る。その後、右与曲折を経て、ドリームランドアート地を買収した続き第一学園が2005年に改装工事に着手し、同学園が2006年に開校した横浜薬科大学の図書館棟になった。 1>, 1から8階が図書館、9から20階は学長室、研究室など、21階は展望ラウンジとして使用。この工事により屋根先端の送輪を模した平いバリア中間階の屋根状の装飾が撤去された。外壁材も明るい色のパネルに交換されたため、50棟のようだった外観は大きく変貌し、20階21階の屋根だけがかつての面影を残している。 2019年、台風の影響も加わり施設の老朽化が深刻化。2021年から約1年がかりで改修工事が行われることとなった。学園総長は工事の開始の式典で、図書館棟は区のシンボル的建物と述べている。ありがとうございます。